はい、お疲れ様です。本日は失敗する人と成功する人の考え方の違いか、私ももう14年目会社経営して、今まあ上にも書いてあるんですけど12億か、まあ、2つの会社やってるんですけど、まあ、もっといってるかな、13億14億ぐらいいってるかもしれないですけど、まあ本当にたくさんの経営者とかね、まあ経営者だけじゃないね、社員でとかね、一人親方、ね、個人事業主もいっぱい見てきて、まあ、成功する人、失敗する人って、まあある程度なんか、まあ俺の中で、ああこんな人が、ああこの人失敗しそうだな、成功しそうだなっていうのを、まあ感じて、まあ日々いろんな人見て、また自分の行動も変えてるんですけど、うん、まあ中にはね、本当にたった4年5年でもう50億60億もっと今言ってるのかな、うん、まあ売上だけじゃないけどね、じゃあ売上会社大きいから幸せ成功してるとは限らないですけど、うん、まあ、うん、まあいろんな人を本当見てきた中の、まあ、僕の意見なんで、まあもしよければ参考にしてください。あとチャンネル登録いいねか、コメントいいねはもうめっちゃ最近してくれて本当にありがとうございます。本当にありがたいことで、もう本当に頑張ってくださいの、うん、一言だけでも勇気もらう。もう最近本当コメント入れてくれるんで、ち頑張ろうって、ちょっと増えたでしょ、週今3、4ぐらい頑張ってると思うんですけど、まあ、ちょっとなかなか時間ない中ちょっとずつね、資料も結構作るんで時間かかるんですよ、まあ、そういう中でちょっと一生懸命やってますんで、チャンネル登録もぜひしてください。いつも言うんですけど、本当にいいねとチャンネル登録はもう誰がやってるかって本当に分かんないから、なかなか、まあ同年代の人にね、まあ、結構見てもらうとかも結構あると思うんですけど、なかなかそういう層って、俺もそうだけどチャンネル登録って苦手で、うん、でもう本当に分かんないんで、ぜひ登録してください、よろしくお願いします。はい、じゃあ目次、まあ先に言ってきます。コメント説明欄にリンクっていうのかな、ここに飛べるようになってますんで、自動でね。で、何分何分って書いてあるわ。で、そのプンのところピッて押すと飛べますんで。で、あとスマホの場合はコメント欄のみ飛べるっていうことなんで、お願いします。じゃあ今日の目次は、失敗する人と成功する人の考え方。うん、まあ、考え方と行動だね。まあ、ちょっと俺なりにまとめてちょっと作りました。結構時間かかったな、今日。うん。で、あとは行動変えると成功に近づく。まあ、最後に、まあ、まとめじゃないですけど、まあ、私なりの意見をちょっと言いたいなと思ってます。じゃあ、最初、早速行きましょうか。はい、失敗する人と成功する人の考え方。じゃあ、まず失敗する人、成功する人。ちょっと本格的にやってるでしょう。はい、うん。周りの意見や評判を気にする。成功する人は自分の価値観や意見を気にする、うん、まあこれ多いよね。だからなんか、なんちゅうか、みんながやってるからやってるとか、赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけど、なんかなんとなくみんなが悪口言ってるから一緒に悪口言うとか、うん、まあみんなぼちぼちやってるから俺もぼちぼちやってるとか、まあ自分のためにさ毎日生きたら本当にもうなんか俺簡単なことだと思うんですよ。俺もほっとりろくでなしだったからね。16から職人、まあ、高校も行かずにね、高校中退か。で、まあ、仕事ばっかして、まあ、負けん気だけはありましたけど、うん、まあ、ほんとろくでなしの人生を送ってたけど、まあ、うん、一つ一つ自分改善してこうなったんですけど、まあ、それってやっぱ、最初ってやっぱ自分に自信がないから、自信ないとってほんとこっちになるでしょ。周りの意見や評判ばっかり気にして、なんか、同じ服着るとかさ、なんかそれも同じだけど、まあ同じ服着ることが悪いとか言わんけどね、あれかっこいいなって自分の価値観で見や、同じ服着るだけでもまあいいと思うんだよね。みんなが帰りパチンコ行くから一緒にじゃあ俺も行きますとかじゃなくて、なんか一人だけ行かないとやらしいなとか、うん、自分別にお酒なんか飲みに行きたくないんだけど一緒に行っちゃうとか、うん、まあそこってやっぱ、うん、失敗する人の典型かな。うん、まあ同じことやってうまくいく人って最初だけなんだよね。最初の1人2人、まあ、YouTube なんかもそうじゃん。じゃあ俺がねすごいチャンネル登録者が多いような YouTuber の真似してやっててもそんないかないと思うんだよね。だってこんなおっさんがさしゃがり気になって変な YouTuber みたいなことやっててもうまくいかないじゃん。
で、うちは独自のね現場の職人さんに見てもらうっていうことに集中して、まあ、やってるんですけど、普段から、まあ、ちょっとあんまり長くなっちゃうね。はい、お金が全て。ああもうこういう人おるわ。でお金は道具だって、お金が全てっていうか、なんかお金だけが価値観みたいなね。だってまあ前動画でもちょっと言ったと思うんですけど、お金なんか所詮お金、別に悪いもんでもよ、あのいいもんでもない。お金が全てっていう人で案外お金が汚いから、あいつお金のことばっか考えてるって。俺よく言われるんですよ。お前の方がよっぽどお金のこと考えてるだろうって腹の中思ってんだけど、まあ、お金のこと、あの人はお金で解決するだとか、お金のことしか考えてない、うん、まあそうじゃない。ただお金はでもただ道具だから。で俺が従業員雇ってさ、赤字出していいよいいよって、別に赤字でいいよって、うん、数字なんかつかなくていいよって言ってたらさ、会社潰すもんね。人の生活をやっぱ俺も責任持って持ってる以上、やっぱ親じゃん。会社の子や、もうね、会社の敷居またいだ瞬間から俺が親とか、まあ中小企業だからね、まあそういうこと書くとアンチの人も湧くのもあると思うんですけど、うん、だけどまあね、会社で一緒に働けばやっぱ俺はその子を一人前にしなあかんし、やっぱ採算が合ってないことやっとれば注意もしていかなあかんと思うんで、うん、ただお金になんか自分の人生をコントロールされちゃう人ね、うん、金持っているからどうとか、お金ね、あのどうのこうのって言って、お金がなんか人生の幸せの基準になっちゃってる人って大概失敗する。俺はもうほっと見てきた、うん、でそういう人にも絡まれる、うん、だけどまあそういう人ってまあ絶対最後は失敗すると思うんだけどな俺は。まあ自分中心に考える、周りを大切にする、まあこれも同じだね、まあ、お金とよく似てるけど、なんか自分が良けりゃいいみたいなね。うん、あのまあこれ動画でしょっちゅう話するんですけど、まあ何、例えばね、飯食いに行って、まあ大皿でもいいじゃん、これ飯食いに行って大きい皿にさ、まあ例えば、まあ、唐揚げがのっとったら一人で全部食っちまうやつとかね、うん、まあどうぞどうぞって、うん、まああんまりじゃあ周りの批判ばっか気にする日本人って多いけどね、最後の一個食べれないとかもあるんで、まあどっちって言えないですけど、でもどっちかっていうと俺も考え方、周りを大切にしてれば、まあ帰ってくるためにってことないんですけど、あの何、人を大切にする気持ちだとかね、周りを大切にしようって、あの周りの意見を気にすると違うと思うの、うん、なんか自分中心、自分の利己的になるっていうよりもさ、周りのために一生懸命やってると、俺はもうもちろんそういう人と付き合う、やっぱもう、あ、こいつ自分のことばっか考えてんなと思うやつと付き合わない、うん、で、いやこの人と付き合ったら俺儲かるわとか、俺そんな基準で人とも別に関わらない、うん、別にそんなお前なんかに頭下げて金なんかいらんわって感じ。一緒に楽しくなんかやって、あ面白そうだねそのビジネスって、あそういうこと一緒にやろう、あじゃあじゃあね、塗装でも同じ塗装でもリフォームとか絡むわけじゃないですか、いろんな協力業者さんと、まあ、そういう中でね、あのなんか儲けさせたるでって、あこいつ自分のことばっか考えてんなって思う人とは付き合わないけど、あ一緒になんかやりませんってお客さん喜ばしたら、それはそうじゃんね、同じ塗装やっててもじゃあリフォーム提案したりだとか、いろんなものね、太陽光提案したりだとか、いろんなものを提案して、ね、お客さん喜んでくれるような人とだったら一緒にやりたいかなってやっぱ思うんで、これ案外多いでね、焦っちゃって、なんかもうわががわががみたいになっちゃって、うん、あまあまあよく似てんだけど、まあ、俺全部今日のことばっかり考えてるとね、今日なんか欲しい、うん、でまあ時間を大切にするって、うん、まあ例えば、まあ、難しいけど、まあ、さっきパチンコ落ちたで、あのパチンコさ行って3万儲かったと、うん、でもうなんか得した気分になってるけど、うん、まあ損する日もあるし、もう毎日勝つならまあ行った方がいいかもしれないですけど、まあそれでもまあさ、時間大切にするっていうか、じゃあそのパチンコ行ったね、2時間3時間4時間日曜日丸1日本読んだり、いろんな人と会ったりね、勉強になる人、自分のためになる人で、いろんな時間作れるわけじゃん、うん、だけどなんか無駄なことにばっか、もう今日のことにばっか嘘つくこととか、とかなんかあの人にあのいい風に見られるためにだとか、そういうことに時間使ってる人って結構多いじゃん。で俺はもう今本当に何、人を大切にしないわけじゃないよもちろん、ただもう従業員の電話は一切出ませんって言って、まあ周りの人もまあみんな知ってるんですけど、まあ俺はもう電話をつながんないようにしてるんですよ。で自分の時間大切にしてる、
ただもうその LINE だとかメッセージだとかいろんなもんで連絡来るものに対しては、まあ、社員もいろんな知り合いもね、先輩も後輩もできるだけ時間作って、まあ、夜とかね、夜寝る前だとかに返信したりだとかするようにしてるんで、緊急のことはショートメッセージで携帯のさ、携帯持ってて電源入ってるけど直留になるようにしてるんですよ。でもそれやってから本当人生変わったな。やっぱ時間をもっと有効に活用できるようになったし、もうなんか本当に人のためにばっかりなんか作業してた。もう電話したら、ああじゃあ俺やっとくわって、俺もやりたがりだもんね。ああじゃあ俺電話入れといて歩けるわって。だけど俺がちょね電話に繋がんない、すぐ喋れない、でもなこうしていいですか、ああしていいですかっていう連絡は来るんだけど、まあできるだけそういうのはスピーディーに返すようにするんですけど、まああんまり長くなっちゃったらなんですけど、まあ本当にまあこういうのが自分にあるなーって、まあある、絶対あると思う、俺もあるもん、まあぶっちゃけ。なんで一つずつ変わっていけばいいと思うんで、ちょっとずつまあ一緒にね、でいろんなところでまあこういうのを意識しながら変わっていければいいかなと思います。はい、じゃあ失敗する人の行動、有名人を付き合いたがる人で、自分の価値観で人と付き合う、まあこれ多いでしょ。お金持ちだとか、まあ俺なんかまあちょっとだけね小金持ちになったもんね。まあだで俺と知り合うってことがステータスじゃないけど、だけどね、こんなんで友達選ばんでしょ。有名人とあいついっぱい友達だから友達となる、そんなやつ俺聞いたことない。でも自分の価値観で人と付き合う、俺はもうなんか思うんですよ、まあ、いくらねいいこと言ってくれても、その言い方が気に入らんっていう人とは俺はもう付き合わないようにしてるの。あの耳に入らない人、どんなにすごい人で優秀な人でも、あこの人とはなんか人には嫌われてても俺には耳に入ってくるなっていう人っておるんですよ俺は。でそういう人とはもう時間を惜しまず付き合って、お酒も付き合うし、遊びに行こうって言ったらね夜も行くし、だけどまあいいこと言ってんだけど、なんかこの人の言葉耳に入ってこんなっていうか、じゃああなたはどこまでやったのって、言ったほどのことやってるのとかさ、別にそういう人のことはまあ俺はあんまり付き合わないかな。俺はもう自分が自分にとってプラスじゃないけど、なんかねまあ価値を得れるっていうか、まあ自分がなんか高まる人とは付き合うかな。であとはまあこれ明日やる今度やる、ちょっともう時間がね過ぎとるんであれですけど、明日やる今度やる、まあで今日やる今すぐやる、もうこれも典型的にダメなパターンだね。これは本当に行動としてはもう絶対これ直した方がいい。今やろう、すぐやろう、明日やろう、また今度やろうっていうのはちょっと違うよね。人を管理したから、ああもうこれももう本当いかんね。これは本当に俺も昔そうだった。で今でもそういう時湧き出てくる。管理したら楽だもん。数字で管理してさ、まあ歩合にしてさ、歩合ってまあ、成果球だよね。で何でもそう、マニュアル作ってこれにはみ出たらアウト、セーフってやってたら、まあ、もちろん楽だし、俺もこれに陥りがあるんですけど、そんなやつと。自分がもうやっちゃうと思う、本当に上司になったりね、先輩になったり現場任されると結果出したいことに焦っちゃって、でもそれって自分のためにやってるからね、現場任されるうちの会社の管理職もそうだわ、それ結果出したいのは自分のためだから、上に認められたいからでしょ。それって自分の利己的なことでしょ。だけどだからどん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 これになっちゃうんだわ、俺もそうなんだわ、やっぱなりがちで、やっぱそれを原点に戻ると、やっぱ人が集まってきたら結果なんか後でついてくるから、まあ今日とか明日、まあさっき前に出たな、まあ戻っちゃっていかんけど、まあいいか、あどこ行っちゃったな、あ今日のことばかり考えるんじゃいかんってことだね。だからまあ本当に何ちゅうかな、人が人のために、だけどこの現場、例えば現場だったらもうなんか俺あれやれこれやれ、今日お前こういうふうにやれよ、ああいうふうにやれよ、でこういうふうにやっていけよってね、現場でも何でもそうじゃん、だけどまあ人を盛り上げるって、よし頑張ろうぜ、今日どこまで行くじゃん一緒にって、ここまで行ける、そうだ行けんだろうって盛り上げながらやるって、自分がここまでやりたいからお前ら一緒にやれよっていうのはもう管理だからね。だけどどうってみんなどこまで行けるって、でね低い目標が来たら、いや俺お前だったらここまでいけると思うんだけどどう思うって、いやいけないですねって言ったら、今日はまあそんでいいじゃん、
で明日またいやいいことだもんさ、毎日が365日なんだからさ、うん、だったら、うん、じゃあ明日はここまでいけるようにしようぜ、ここまでいけるようにしようぜってやってるうちに人も盛り上がってくるし、結果なんか絶対ついてくる。でそれがやっぱ気づかないと本当にリーダーとは言えないしね。でそういう人は本当に人が勝手に集まって本当に成功する。でも俺もこういう人とついてってるもん。だからやったらとこう従ってくる人とは俺ももう付き合わない。もうすぐ管理者からしょ人間って、うん、で俺はもうそういう人と一切付き合わない、うん、でこういう人、まあ、一緒に自分を盛り上げて俺の可能性を開いてくれる人と、まあ、付き合うようにしてるかな、うん、それが口が悪くてもよくても俺はね、うん、俺はだよ。で口が悪いのが耳に入ってこないっちゅうだったら付き合わない方がいい。はい、じゃあ最後、行動を変えると成功に近づく、まあもうこれ全部出そうか。行動を変えないのに未来は変わらない。もう本当にもうまさにそうですよ。俺はここまで偶然でいたって思われる人がおるんですけど、仕事もだけど、うん、まあ俺は違うと思ってる。で本当に YouTube 始めた時にも、まあこれたまたまね、女性社員で結構仲いい社員がおって、まあ5年ぐらい前からおんかな、女の子が、まあ俺が YouTube やるって言った時に、いや今 YouTube 厳しいらしいですよって、まあネット叩きは出てくるじゃないですか。だけどまあそれ言った時に、まあそれは全部の YouTuber さんを悪口言ったらあかんけど、いやこの人たちって別に、まあ仕事もろくにできんかった人って言ったらあかんけど、そういう人たちが YouTube やって成功してるやつもおるだろうって。で俺がそんなやつらには絶対負けないわって。俺は自分を自己管理して追い込んでやっていくから、うん、絶対多分俺はある程度のとこまでいけると思うって言って、まあ、で、それが1年経つんかな。で、この間本当1万人超えた時に、そのスタッフに言われたんですよ。で、その社長の言葉を思い出しましたって。うん、あれが印象的でしたって、うん。だから俺はやっぱり努力したしね、ここまで。YouTube でもね、仕事でも。うん、だから、結果はね、行動を変えたらもう絶対に変わる。確実に変わる。うん、あとはまあ行動は習慣化するっていうのは、もう本当にね、もう一個だ、このボールペン一個片付けるのも本当にできん。俺もいい加減な方だね、本当にいい加減だから。だけどね、やっぱり必要だったら俺は習慣化するよりも毎日する。だって歯磨き、まあ今ね、してる人してない人おると思うわ。ヒヤッと思う人、俺本当にガキん時さ、歯磨きさできんかった人間だからね。毎日歯磨くことができんかった、本当に。まあ、遊んでばっかおったし、いつ歯磨きいいかわからんし。うん、いつ家に帰っていいか分からんみたいな時あったからね、一時期、うん、だからいつ寝てるかもよく分かんない生活してた時あったから、だからただもう今もう歯磨くなんて気持ち悪いもんね。どんなにベロに酔っ払って3時4時に帰ってきても歯磨くなんて気持ち悪い。風呂に入らんのは我慢できるけど歯磨くなんて気持ち悪いね、うん、だから習慣化する。だから俺はもうパチンコほっと昔も好きだったけど、もう今パチンコも一切やらない、うん、もうやる意味が分かんないし、でもやってる人の気持ちもすっごいわかる。だから何でもそう、今自分が悪いことやったり仕事サボったりいい加減なことやってても、それももう全部自分の力に絶対なるから、うん、必要じゃないものなんかもう本当に俺一個もないと思うの。俺今42ですけど、 1?2?2 だな。だけど今までやった自分のいいこと悪いこと、得たも失敗成功ってもう全部俺は自分のもん。この YouTube にあったのもいろんなもんが重なって俺 YouTube やってるんですよ、うん、だから全てがまあ自分のもんだから、何にも別に今日は明日何やっとるアホや俺ってね、ダメだ俺なんかなんて思う必要ないから、もうここやるやもう絶対に変わると思いますんで、人生が。でも今日やること、もう今瞬間、もうこれ夜8時9時に見てんだったらさ、机の上片付けてみようとか。でも俺本当に今日やれるやつは伸びると思う、絶対伸びると思う。あ、そうか、この人いいこと言ってたわ、明日からやろうって思ってる人ってもうずーっと やんないよね。で俺も YouTube やったらって言ってやりますって言って、みんなやれない人の方が多いよね。パッて一個やれる人ってやっぱすごいよね。でさらにそれを続けていける人ってもっとすごいだろうし、で習慣にまで落とし込んでもやんないと気持ち悪い。で俺これ動画もう一人動画やっぱもう撮んないと気持ち悪いもん。だからもう結構夜遅く撮ったりしてんだよ。でもまあやっぱ上げないともう気持ち悪い、罰が当たりそうな気持ちになる。でそれぐらいのところまで自分をこの追い込むこと、うん、まあ絶対にできると思います。誰にでも簡単にできることだと思いますんで、ぜひ。またちょっと長くなりましたけど、チャンネル登録本当にお願いします。
ね、あとコメントか、コメントいいねか、うん、まあコメントいいね、コメント本当最近してくれてるしね、本当にそれはありがとうございます。またじゃあ見てねー。